ビールと相性抜群、最高の信州グルメを求めて、今回お邪魔するのは長野市にオープンしたばかりの居酒屋です。早速行ってきます。熊谷さんが訪れたのは長野市のズク屋。3月にオープンしたばかり、おしゃれな空間で味わう創作料理が自慢のお店です。早速登場しました。美味しそうですね。こちらどんなお料理ですか？こちらは当店おすすめの一品で、アルプス牛のたたきになっております。早速いただいてもいいですか？はい、どうぞ。いただきます。美味しいですね。ありがとうございます。牛の味が濃くて、そしてね、ニンニクと醤油のタレがまたよく合いますよね。ご飯欲しいってよく言われます私ご飯じゃなくてビール欲しいんですけど。あ、もうすぐ持ってきます。いいですか？お願いします。はい、お待たせいたしました。はい、いただきます。どうぞ。これだね。めちゃくちゃいい飲みっぷりですね。コマーシャル来ます大好きなの牛たたきの他にも地元のそばを使った巻き寿司や自家製プリンもいただきました。やっぱり長野のものを使おうっていう。そうですね、まあ、そこは外さないで、何か作れるものを創作で作っていこうっていうのでできた一品ですね。ちなみにどんなお店にしていきたいですか？はい、そうですね、まだちょっとオープンしたばかりなので、とりあえずはいろんな方にご来店いただいて、まあ、地元の方にも愛されるような、そんなお店にしていきたいと。美味しいお料理にビール、大満足です。信州グルメ最高。長野市にあるズク屋は長野駅から徒歩3分、オープンしたばかりのお店で、他では味わえない創作料理を楽しんでみてはいかがでしょうか。スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ辛口生、飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ。気持ち高まる瞬間を分かち合う信州の美味しいを朝日スーパードライで応援します。